今日はドラゴンボールジャンプベストシーントップ10発売日だったので買ってきました。表紙がまずかっこいいです。これと一緒に関係ないけど約束のネバーランド、今めっちゃハマっている漫画、これを買ってきました。これはね必ず単行本毎回買ってます。ドラゴンボールと関係ないけどぜひ読んでほしい話です。これ超おすすめします。話は戻りますが、これねファンが選んだベストシーントップ10、ジャンプで連載していた頃の話がトップ10が入ってるわけですよ。中身は見せられないですが、ちょっとだけ。じゃーん。中を開くと、これ、すごくない？週刊少年ジャンプ表紙セレクション。キュート編。これはさ、やばいね。これは、気に入ってるやつで、ユニクロでね、これ T シャツなんですけど、これすごい気に入ってて、何回か洗うと、これヒビ入っちゃうんじゃないかと思って、ちょっと着れてないやつです。1、2回は着たんだけど、もったいなくてこれは、飾ってるというか大事にね、保管してます。その時は、この辺はなんか1987年とか89年とか載ってるけど、生まれてないんでね、まだ、このように私が爆誕する前なんで、リアルで見たかった表紙ですね。後ろの方にはバトル編ってことで、かっこいい表紙がずらーって並んでまーす。これなんだろう？あ、引き出し表紙でクライマックス。かっこいい。めっちゃかっこいい表紙だったんだね。これが90年の37号っていうのがこの表紙なんだね。これすごくない？今にも悟空がなんか飛び出してきそうな絵でかっこいいと思います。で、ここに復刻のスーパーサイヤ人悟空ポスター、そしてね、あと、特製付録シール、カプセルコーポレーションコレクション。シールがめっちゃいいんだよね。どれも好きな感じのシール。超かわいいこれ。悟空がお弁当を後ろで食べてる。絶対この一つのお弁当じゃ足りないよね。これめっちゃかわいいし、ご飯ちゃんもね、かわいい。あ、これ、この悟空はコップ持ってて、一番口で当てたんですけど、これは使ってます。リアルに使ってる。あったかい飲み物とか飲むときに、すごい活躍してます。これはね、ヒーローズのカードにもこういうのあったよね。で、これは確かね、ちょっと使えるカードだったと思う。で、この、後ろにこの、かっこいいポスターがあるんですよね。スーパースケール、ファイナル、決戦、関東カラーだって書いてある。おー、こんな感じでございます。で、これ、後ろがすごい可愛いんだよね。Welcome to Dragon World って書いてある。連載12年っていうのもすごいよね。12年も連載してたんですけど、すごい、さすがです。全519話から、よりすぐりのエピソードをトップ10形式で大紹介。ちょっとチラッと見たけど、すごいいいシーンばっかりでした。かつて読んだあなたへ、これから読む君へ、自分のドラゴンボールを探すすべての挑戦士に本書を送る。すべての挑戦士だって、挑戦士。この絵はめちゃくちゃかわいい。カレン様いるじゃないですか。ちなみに、この値段が550円プラス税となってます。後でじっくり読みたいと思います。私、コミックは全部持ってるんですけど、まあ、全部読んだんだけどね。それでも、やっぱこういう、ジャンプとしてのこの大きさで、リアルタイムでジャンプを見てなかったので、こういう風にね、出してくれるのはすごい嬉しいです。かっこいいポスターもついてるし、シールも超かわいいし、この表紙もかっこいいし、裏もすごいかわいいので、すごいおすすめします。それでは、またねー。